ありがとうございました。いやうちも江澤さんみたいに対戦なんとか突破したいんですけどね。エイジさんは甲子園出場経験あるじゃないですか。いや40年以上も前です。本当に今日はでも江澤さんのピッチャーがものすごく良かったです。